おはようございます。おはようミネラボのお時間です。ミネの作家活動アドバイザー和田真央です。今日は、えー、と84個目のご質問です。ご紹介します。小春さんという作家さんから価格設定や作品の見せ方の普通がわからないというご相談です。真央さん、はじめまして。アクセサリー作家の小春と申します。私は以前より自分が身につけるアクセサリーを作っており、友達にプレゼントしたりしているうちに販売したいという思いが込み上げてきました。 販売するなら自己流ではなくきちんと学ぼうと資格も取りました。昨年から少しずつ販売に向けて売れた時をイメージして準備を始めました。昨年末に仕事を退職し、その後コロナが流行し、しばらく仕事は辞めていくことにしたので、下調べの時間はたくさんありました。そんな中でみんなのサイトを知り、作品の美しさに釘付けとなりました。 作品の販売経験はないので、サイトを眺めては素敵な写真の撮り方を見たり、YouTube でおはようミンネラボで学んだり、ネットで情報を調べたりしていました。ミンネは素敵な作品ばかりというより、素敵な作品しかないので、敷居が高く感じてしまい、なかなか出品に踏み出す勇気が出ませんでした。ハンドメイド作品の購入経験すらなかったので、登録する前にミンネで見つけた素敵なステーショナリーを購入し、 購入者としての初体験もしました。どんな風に購入手続きをして、どんな風に送られてくるのかとか、すべてが初体験でした。買うだけでドキドキしました。その時の作家様のご対応がとても誠実で、その印象からミンネに対する好感度がさらに上がり、やっぱりここで出品したいと勇い気を振り絞り、ミンネに登録し、作家活動を始めることにしました。いざ始めてみると悩みだらけ。特に悩ましいのは、 価格設定や作品について何が普通何を基準ということです。たくさんの方が悩まれているように私も価格設定は本当に悩みです。真央さんが今までおっしゃっていたことを参考にし最初が肝心だから先のこともよく考えて価格を設定しました。値段設定がブレて後々困らないように価格表も作成しました。価格を計算するとこんな金額いただけない。 こんなにするの材料費に少し色をつけただけの金額の方がみんな納得しないさすがに出品できず、価格設定の計算方法を一から考え直しました。最初は含ませようと思っていた馬鹿にならない交通費。交通機関を使って何度も買いに足を運ぶけど、まとめて一度に行けなかったのは私の計画ミスだし、ネットでも買えるんだからお客様には関係ないな。 もし私が働きながらであれば定期券で買い付けに行けたしそもそも何で割ってどう加算したらいいか分からないならなおさらもらわないでおこう交通費は削りました次に数字として見ると気になるのが時給材料費は最低限実際にかかった金額なので削ることはできませんちなみに地域の最低賃金より低く設定しています細いチェーンを使用しているものは 短くカットししたたたり、り、りりをを広げたりパーツを通したりする細かかかい作業に時間がかかりすぎます。1回でコマが広げられないのは私の技術不足だからそこは金額をつけたらダメだなそれなら試作品を作る際に先に一部作っておけないか効率よく制作できる方法がないかななど考え下準備することで販売用の作品を作る際は時給として換算せず価格を抑えることにしました。 それでも普通より高い、私の作品の妥当な価格っていくらだろうこのクオリティの作品につく平均的な価格はいくらだろう人それぞれつける金額は違う。ミンネラボでマオさんがいつもおっしゃっている価格について見ているときはそうだよね、そうだよねとその気になるのですが、価格をつけると思うより高く感じてしまい、価格を削ってしまいます。作品については、 極細とか、細いチェーンって説明に記載したけど、本当に細い誰が見ても細いとか、私には極細だけど、極細って聞いたら、もっと細いと勘違いされないと不安。実際、数年前に通販で、極細チェーンと記載があり、写真の掲載もあったものを購入したら、全然極細ではなく、ニッパーでカットすらできないものが送られてきた経験があるので、同じ思いをさせないかなとか、不安になります。 小さなパールと説明してももっと小さなパールはあるしとか長めのと説明したいけど長いの基準は人によって違うよねとか何を書いても悩んでしまいます上手に説明できないなら写真で見せようと思ったのですが写真も苦手でどうやったら太さや大きさを上手に表せるのかわかりません特にチェーンの細さ問題 作品と並べて違和感のないものと撮影したらと思ったのですが、何を並べても細さを表すには違和感しかなく、結局チェーンのみ撮影し、細いと思えば細いけど、太いと思えば太い写真になりました。<laughs> ちょっとごめん、ね、あの手段しますけどこの作家さんの文章感情表現が豊かでめちゃくちゃよくわかるんですよそれでね私も何度も読みながら泣いたり笑ったり太いといえば太いし細いといえば細いっていうところでもうもうその通りよくわかるよそうだよねここも入れようかな YouTube に続き行こうこういう回があってもいいよね そんな感じで作品の説明、写真撮影などとても悩み、差し替えたり、語彙力もないため、引きつけるような言葉も浮かばず、何度も書き換えたり、撮影し直したり、出品までに数日かかります。それでもうまくいきません。出品してもまだ悩みます。以前パソコンを断捨離したので、どのように見えているのかスマホでしかわかりません。作品のアイデア、パーツの仕入れ先と価格、作品の販売価格の計算、 パーツの価格、出品時に必要な情報など手書きで管理しているので、それもあって全てが手作業となり時間がかかっています。時間ばかり使い、サイト上での動きが何もない日が増え、アクセス数がゼロの日も、検索すらされていない悲しい現実、回転してますよアピールのため小出しで出品するようにしました。 普通、標準など、それぞれの感覚について質問しても、これだという答えがないのは承知しております。この価格は普通だよと堂々と提示できる何かをいただけないでしょうかそして、細い、太いなど、現物を誤解なく写真で見せられるアイデアをいただけないでしょうかよろしくお願いいたします。 ねえ、大変お悩みのご様子の作家さんからご相談いただきました。読み上げるだけで息も怠惰になっちゃう小春さん、ご覧くださっているといいなあ。ありがとうございます。まあ、ミンデでの販売を同じような経験からスタートされた方って、すごく多いんじゃないかなって感じました。あとね、この作家さんね、途中でその語彙力がないって書かれてたけど、これだけね、素晴らしく感情豊かで、素直にあの質問文書けるからね、そんなことないですよ。めちゃくちゃ今、 画面の向こうに共感されている作家さんが多いと思います。とても真面目で素敵なお人柄なんだと思います。で、共感する方も多いかなと思ったので今日ご紹介させていただきます。最初にね、ちょっとギャラリーをザーッと拝見していきたいなと思います。小春さんのギャラリーこちらです。アクセサリーを販売されていて、主に天然石とか、ちっちゃい熱、ね、粒のパールとか、えっと、チェーンにあの、 メガネめとかかなあの、ワイヤーをねじねじして留めたりとかいろんな細工はされてるんですけれども割とシンプルなデザインのアクセサリーを今12345ページあの掲載されてるので100点以上はざっとあるかなと思います。で丁寧に、ね、されてるんだなって雰囲気も伝わってくるんですよ。いくつか作品出していきますね。これはホタルガラスススのピアスとネックレスだ ダークブルー、蓄光性。あ、暗いところで光るわけですね。あ、だから暗いところで撮ってるんだ。ちょっとキラッと光る。うんうん。っていう。これですね、問題の。細いといえば細いし、太いといえば太い、太いというチェーン。わかんないですよね。だってこのさ、ビーズのパーツが10センチあったら、とか。 そんなものはないけれどもね、比較対象がないとやっぱわかんないっていうのはありますよね。アメジストカラーのピアスとブレスレット、これはセットにされています。このブレスレットってね、撮影すごい難しいんですけど、このブレスレットはすごくよく撮れてると思いますよ、私。これね、ピントも綺麗に奥の方に合ってるし、ただね、ちょっとピアスの撮り方はもったいないけど、写真はまだ正直すごく 改善の余地があるので、まだまだ練習してください。もう写真の撮り方とかのコンテンツもたくさんあるから、ちょっとあえて、どの動画っていうよりも、写真って書いてあるのを全部読んでいただいたりとか、あともう手を動かすことが大事なので、どんどん撮ってください。あの、そしたらどんどん上手になります。ここまで撮れるようになってるから、相当練習されてると思うんですよ。それはね、よくわかります。最初からこのレベルで撮れないから、すっごい頑張ってるんです。だから、もっといけるはず。これはね、自然と上手になります。 でもう一個、えー「ターコイズ・サザレのエレガント・ブレスレット」っていう作品こういう写真はねちょっと惜しいのは何かっていうとこのサザレ石のところにピントが合ってなくってチェーンのしかもチェーンのメインのチェーンじゃなくて で止めてるところの、あの垂れててるるアジャスターのとこころにね、ピントがっっちゃってるんですよ。これはすごくもったいないのでピントをしっかり当てる練習あとこの手の上のところが白飛びしてしまってちょっと眩しい感じになってるので刺され石が一番明るいっていう状態にちょっと露出の変更なんかもあの勉強していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、でね、この、 そうね。画質がもうちょっと良くなるといいな。カメラが何使われてるんだろう。アプリでもしかしたら編集しすぎてちょっと画像が劣化しちゃったのかもしれないし。これかな太いといえば太い。細いといえば細い。思い出しちゃったら泣いちゃうわ。でね、えっ、ー、と、価格帯は、まあ、低価格なラインだと700円台の作品もありますね。一番上の台で3000円台のラインナップです。で、そこで大きく2つのご相談ですね。 一つ目が、この価格は普通だよと、堂々と提示できる何かをいただけないでしょうかということ。二つ目が、 そして細い太いなど現物を誤解なく写真で見せられるアイデアをいただけないでしょうか。この二つについてお話ししていきたいと思います。で一つ目について、えー、この価格は普通だよって堂々と提示できる何かなんですけど、まあすでにね答えがないのは承知しているって小春さん自身もお書きいただいたように、まあそれでも答えが知りたいっていうことなんだと思うんですよ。けどね私この質問この質問をいただくこと自体が実はすごく危険だって感じてるんです。 で、なんでかっていうとこの答えを得たら私は前に進めるつまり売れるはずっていうふうにもしかして思思われててるんんじゃなないかなって思うでです。でね、それがね結構残酷な話をするんですけれども誰もが納得するようなじゃあ普通の価格っていうのを小春さんがつけたとしても残念ながら作品って売れないんですよ。 売れることもあるかもしれないけど。でね、小春さんには、今一度初心の最初に、わーって思った時のことを思い出してほしいんです。最初にミンネを見てくださって、素敵だって思ってくださった時、その時に価格を見て素敵だって思ったかどうかっていうのを思い出してください。多分ね、違うんじゃないかなって思うんですよ。 私もこんなに素敵なアイテムを販売する立場になりたいって思ったんじゃないですか誰かに自分を作品を見て同じく感激してほしいって思ったんじゃないかなって私思うんです。でね。 スーパーとかで販売している日用品の販売とハンドメイドの作品の販売の購買行動、購入したいという動機の心の動きっていうのは全く違うものなんですよ。だからもし小春さんがプチブラで販売したいとかね、たくさん販売して利益は薄くていいのって言うんだったらもうそのままで小春さんが思う安い価格をつけて販売されたらいいと思うんですけど、私きっとそうじゃないと思うんですよね。でね、 何度もおはらぼうをご覧くださっている方は何十分分かってくださると思うんですけど私はそのどこにでもあるアクセサリーっていうのをこの角度で写真を撮れば売れるようになりますっていうそういうノウハウを教えているつもりは全くないんですね。 作家さん自身が素敵だなって思ったその感性とかね、この細いチェーンにこのパールの組み合わせがなんか言葉にできないけどめちゃくちゃ心にフィットするんですみたいな、そういう生まれる組み合わせのセンスみたいなところ、言葉にできないような感覚っていうのをお一人お一人大事に思っていただいて、情報には付加価値があるんですよって、そこを言語化することでお客様の心が動くんですっていうこと、そういったことに目を向けてもらって、それをインターネットに載せて、 で喜んでくださる方に届けましょうねっていうお話を常々しているつもりですだからですね正直なところどうして私の作品と似たような作品はこんなに売れてる人がいるのに私のは売れないんだろうとかね多分思っちゃう人多いと思うんですもやもやしててどうしようどうしようってなんで売れないのってでもねその悩みの根幹っていうのは お客様に向けて思ってることじゃなくて、別の作家さんとか別の作品に向けて思っちゃってる、要は言っちゃえば嫉妬心なわけですから、悩んでいるようで売れるようになるための悩み事じゃちょっと違うと私思うんです。それは悩みじゃないよっていうのはちょっと残酷なことを言っちゃうと、めちゃくちゃあの落ち込んじゃう方もいるとは思うんですけれどもね、ちょっとあえて今日はそんなことも あの話ししてみました。自分とお客様がどう向き合った時に相手の方の心が動くのか相手を変えることってできないけど相手の心をちょっと揺さぶるというか揺り動かす喜んでいただくっていうことはできると思うんですよ。人格はは変えられないけど、感情面でで動かると思うんが共感してもらえるためには何をやったらいいかここでその戦ってる作家さんそういうところでお客様と向き合って自分を理解してもらうために何をしたらいいかっていうところで情報をしいと。あの 情報発信頑張ってる作家さんっていうのは今すぐ結果が出なくってもいずれ結果が出てお客様が自然とちょっとずつでも増えていくっていうふうに私は信じて普段情報発信をやっています。なのの…で、もし小春さん自身がその、そ 価格で勝負してはく売りた場合の方が自分は安心して販売活動ができるっていうんだったらもうそれはね小春さんに限らず皆さん誰でも私は全く否定もあのするつもりもありませんしそういう商売は全然ありですのでそういう売り方もありますからどっちの売り方をしたいんだろうなっていうのはもうぜひご自身の心に聞いて選んでいただきたいなと思います、まあ、小春さんは作品を通して誰にどんな喜びを提供したいかっていうその最初に自分が がみんなを見てキャーって思ったその気持ちっていうのをお客さんに伝えるにはどうしたらいいかそこにね価格が高いとか安いとかそれもあるかもしれないけれどもまず何よりもそのチェーンを細いチェーンを選んでそのパール組み合わせたのなんでこれにしたんだっけとかさそのパールも3ミリ4ミリ5ミリ6ミリってなんかいっぱいサイズがあるでしょ3ミリはちょっと小ゃすぎるビーズになっちゃうかしらでもそういうのを選んだ5ミリよりも 8ミリの方が可愛いと思った。なんでだろうな。冬は襟元が分厚くなるから、ちょっとボリュームがあった方が可愛いかな。逆に夏は軽やかな方がいいから、チェーンの長さをもうちょっと長,し長くして、パールをちらっと動かす方がいいかなとか、なんかね、 言葉に書いてないけど作ってる時に脳みその中にいっぱいなんか考えたことがあると思うんですよ。こっちが可愛い、あっちが可愛いっていうのがあったと思うんです。そういうのをね、今全然ギャラリーの中に出てきてないんですよ。まだシンプルにもカジュアルにもとかエレガントな方にとかそういう誰にでも当てはまるけど誰の心にも刺さらないみたいな状態になってるので、価格に悩んでるならもう一体今のまま置いててもいいですよ。今の価格はちなみに拝見する感じ全然高くないです。安すぎるぐらいの価格です。 ただそこの付加価値が出てきてないからあの安いか高いか判断できないっていう状態になってるんですこの価格でも納得だなって思っていただけるだけの作品の情報量というかご自身の作品への思いというのを是非もっといっぱい書いてくださいそしたらもっとうんと高い価格でもお客様が喜んでくださるブランドになるかもしれないですよね。でもう一個 え、二つ目のご質問。えー、細い、太いなど現物、現物を誤解なく写真で見せられるアイデアをいただけないでしょうかということなんですけれども、小春さんがね、もうすごく真面目で一生懸命考えてることはよくわかるんです。もう何回も言っちゃいますけど。でもね、何が足りないかっていうと、 ご自身の前にその作品が、そのチェーンの細い作品がポンって置かれている状態で、これをずっと見ている状態なんですよ。脳みその中で不安が増大しまくってしまってて、何が、何も何が何だかわかんないっていう状況。だからちょっと一回冷静に考えてみましょう。で、アクセサリーは、 言葉で太いとか細いとか言っても分かんないのはも,うもちろん当たり前です。で、ブランドによっても雰囲気が違います。お客様が持ってる太い、細いの好みの共通認識を追いかけてもこれは解決しません。もうそれぞれなんでね。じゃあどうしたらいいかっていうのは大事なのは身につけるものっていうことなんですよ。この場合アクセサリーは身につけるものなので 人が身につけた時にどのくらいのボリュームで見えるか、そういう第一印象っていうのがすごく参考になります。モデルさんがいればモデルさんに着用している写真、なんかご自身で手首に巻いてるような写真ありましたけど、これもね、いいと思うんですよ。やっぱ手首が映ってるとわかるじゃないですか。ただちょっとピントが合ってないから、もうちょっと長袖のブラウスとかで肌色感が薄くなって、そこ袖口からちらっとアクセサリーが見えて、 とか、そういう感じでもいいかもしれないけど、まあ、この路線で大丈夫です。身につけているもの、な、あの、身につけるものがなかったらトルソーとか、ハンド、ハンドの、なんていうの、モデルっていうかさ、そういう招きみたいなので構わないので、そういうので、 人対アクセサリーっていう見せ方を考えてみましょう。で客観的に見てそのアクセサリーがどんな印象なのかっていう比較対象がある写真が撮れれば OK。人じゃなきゃダメってわけじゃないですよ。比較対象があれば OK なんです。なので間違ってもそれはライターとかマグカップとか文房具とかそういうものじゃない。やっぱりアクセサリーは身につけるものだから人なのか何なのかモデあの撮るそうなのかっていうところを忘れないようにしましょう。 で、もう一個の共通言語があります。それは数字です、えー。メーカーさんが何ミリのチェーンとか規格を表示されていると思うんですよ。それをぜひ書いてください。で、チェーンとかアクセサリーの場合、その総重量ですね。重さも参考になるかもしれないと思います。で、それならのその共通言語である数字と使うときの対比するその体に対してどのくらいのボリュームかっていうところ、そこを合わせて 当店で扱うチェーンの中ではこれが一番細いタイプですとかね、逆にこれが一番太いタイプですとか、標準で採用しているチェーンの太さですっていうような、そういう自分のお店の中での比較っていうのも合わせて書かれたらいいんじゃないかなと思います。で、さらにさっきもちょっと言いましたけど、なんでそのチェーンの太さを選んだのかっていうところ、その理由まで書けるとなおよしかなと思います。 はい。こんな感じですけど、最後にですね、まあ、小原さんの相談内容の文章がですね、とってもやっぱり興味深くって、これだけご自身のことを正直に書く文章力があるから、お客様に向き合う考え方にシフトできていけば、とっても素敵な作品説明がどんどん充実していくんじゃないかなっていうふうに私感じました。ね、説明文の書き方の動画もたくさんあるのであの、概要欄に貼っておきますので、合わせて参考にしていただけると幸いです。 はい。えー、今日のご質問は以上でおしまいになります。ちょっとでも参考になったなと思ったら高評価のボタン、チャンネル登録もぜひ9000人突破しましたので、ぜひお願いします。えー、インスタグラムやツイッターでの情報発信もやってます。全部概要欄にありますので、概要欄からご覧になってください。はい。今日もご視聴どうもありがとうございました。